軍神禅儀軍神禅儀は中国禅漢時代の強度の禅儀、老城禅儀の子、老城禅儀の子として生まれる。紀元前161年、父の死により軍神が即位すると、漢の文帝はまた強度と友好条約を結び、中高説も軍神に仕えた。4年後、強度は漢との友好条約を破り、退去して上郷、り、雲中軍に侵入した。 これに対し、艦が国境警備を強化したため、郷土は頂上から遠く離れた。一年余りの後、文帝が崩御し、京帝が即位すると、腸王の流水は密かに郷土へ死者を送り、くれ、その謀反に乗じて、郷土を男に侵入させようとした。しかし、腸が艦によって倒されたため、郷土は侵入を諦めた。この後、高影帝は郷土と、 再び友好関係を結び、関所での交易を許し、菅の公主をめとらせた。武帝の時代になっても、郷土と菅の友好関係が続いたが、元光2年に将軍の王会の計略によって、馬優の富豪である上一が、禁令違反の貢ぎ物を携えて、軍神前右を騙し討ちにする計画だったが、これは、 怪しいと察知した、軍神前部が一人の官将から司祭を聞いて支給引き上げたという。これ以後、郷土は、関との友好関係を断行し、再び対立の時代を迎える。馬優の事件から5年後の秋、関は、英政高村が、高村高、李工の4将軍を郷土へ向けて派兵したが、ほとんど成果がなかったばかりか、李広氏などは敗北して、 池取りにされるという失態を犯した。元た日、元年秋、郷土の2万機は、菅の領内へ侵入し、両政大使を殺害して2000人余りの住民を連れ去った。さらに両尾にも侵入し、将軍の菅安国を包囲した。しかし、縁からの援軍が来たので、郷土は撤退した。その後も郷土は、元門に侵入したが、菅の衛星、利益の軍に撃退され、 数千人が殺害、捕虜にされた。元一日二2年、衛星は、雲中から老生まで進軍し、オルドスに拡挙する、老犯と白羊を撃退し、信頼以来となるカナンの地を、郷土から取り戻した。これによりカンは、一日方に頂上を築き、旗の盲点の砦を修復して、防備を固めた。この年の冬、軍心全羽が死に、その弟である、 左二霊王の一社が前羽の位についた。五冠末期の武将である長良の演奏。軍神前羽は家畜がの原に群がっているのに、牧道がいないことに気づいたため、怪しいと思った。ハッ後に、王海は激輪に触れた武隊に処刑され、上一は長一に改名して、身を隠した、老藩と白洋王、牧突前羽の時代に、郷土前羽国へ併合された。 オルドスの部族、ありがとうございます。